このように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、これを許します。木川田人志君自由民主党木川田人志でございます。えー、私はあ現地現場主義を票望しておりまして、えー、現地現場の地元の意見を踏まえて、えー、質問させていただきます。 それでは早速質問に移らせていただきたいと思いますよろしくお願いいたします今回の二つの法改正の影響を見据え取り組まなければならない政策に社会内処遇の体制整備がありますそのことは先ほど大臣が申し述べられました提案理由説明の中でもおっしゃっていたとおりでございます地域社会の中で保護観察などの処遇対象者が人との関わりから 再犯を食いいい止めるることとができるというと結,果結果もございます社会内処遇の体制整備を考える場合、従来の保護資産を通じてのつながりだけでなく、国と地域との密接で包括的な連携が必要不可欠であると思いますが、大臣はどのようにお考えでしょうか。谷垣法務大臣あの犯罪や 行をあのを犯した者も、いずれは社会に帰ってくるということを前提としますと、その立ち直りを促して、えー、再犯防止を図っていく、それにはあのこういった人が地域社会の一員として、えーまあ、根を生やすというか、受け入れられるような体制を、改善構成や社会復帰に対する体制を整えていく、そのためには地域の理解を深めていく、私は不可欠だろうと。 いいうふうふに思いますそれで、そういう仕事に当たっていただいているのがあの今、ご指摘がありましたように保護士をはじめとする更生保護ボランティアの方々あもう多大な貢献をしていただいて社会復帰やあ再犯防止のために大きな力を発揮していただいているわけですね、そうしますと法務省としてはあのそういう方々の活動があできるだけやりやすくなるように積極的に支援をしていく。これは当然 必要なことでございますそれから同時に、今おっしゃいましたように国とお地方あの保護士さんとがあの良い関係を作って協力していくというだけじゃなしに今おっしゃったように自治体はじめあの地方公共団体あるいは地域の学校こういったところをはじめとするいろいろな機関,関係機関ですね、地方,地方団体等々。あのー 保護司というのが一体どういう活動をしているのか、よく理解をしていただくようなこともあの進めていかなければならないと思います、そういうことで法務省としても国と地域の連携を一層深くしていくということが今、極めて求められている、努力をしなければいけないことだと思っております。木川田君、はいえー、今大臣からあ保護士さんとの関係ではなくう 地方自治体、学校、そういうような、もっと幅広い地域との連携が必要であるというようなお話をいただきましたが、今、法務省が実施している地域との連携に関わる、この法案の影響を踏まえてです、ね、新たな取り組みがあればです、ね、紹介していただきたいと思います法務省斉藤保護局長。 お答え申し上げますあの平素から例えば社会を明るくする運動などあの、広報活動なども行っておりますし、それから学校と保護者の連携活動等を通じまして、地域との連携、地域のご理解の促進ということを、まあ、図っているところでございますあの。最近の取り組みといたしましては、あの保護士候補者選考、えー、保護士候補者検討協議会というものの設置がございます。あのこれはあの平成二十年度から進めている施策でございますが、 あのこの検討会に自治体の方、それから自治会の方、それから地域の教育関係者の方、そういった方に入っていただきまして、まあ、保護者としてふさわしい方に関する情報などをいただくというようなことをやっております。あのこの協議会ですが あの昨年度までに886ある全国の保護地区のうち450箇所に設置を終えております、本年度予算ですべての保護地区に設置することとしております、これによりまして、保護施設さんに関する情報も入りますし、またこれを通じて、地域の皆様のご理解を促進しようというふうに思っております、それから厚生保護サポートセンター、これは自治体のご協力を得て設置をしておりますが、こういうものの設置も通じて、地域の皆様のご理解をさらに促進していきたいというふうに思っております。 今、保護局長から紹介がありました取り組みの中で、厚、え、生、ー、保護サポートセンターの設置について、えー、特に取り上げて、えー、お話しさせていただきたいと思います。まずは、厚生保護サポートセンターの設置事業の概要と、現時点での設置状況、今後の事業目標などをお答えいただきたいと思います。 法務省斉藤保護局長お答え申し上げます 厚生保護サポートセンターは、保護者さんの活動拠点ということでございまして、まあ、集まっていただいて会議を開いていただいたり、それから本護観察対象者との面接の場所などを設置した活動の拠点ということでございまして、平成20年度から整備を進めさせていただいております、あの昨年度までに全国で155箇所設置させていただいておりまして、本年度予算で90箇所増設させていただくことになっております、全部で245箇所ということになるわけでございます。 このように、厚生保護サポートセンターの増設に努めてきたところではございますが、今後とも保護士活動に対する支援に一層取り組んでまいりたいというふうに思っております、はい、木川田仁君、えー。この、まあ、現時点の状況をご説明いただきましたが、あの今後の展望っていいますか、これをもっと幅広くこう全国展開をしていくということで。 え進めていくという方向性でよろしいのでしょうか。法、はい、法務省斉藤法局長 お答え申し上げます、あのー、今、ちょっとあの希望を取ってますと、ですねあの全国886の保護区のうち、まあ、半数ぐらいからですね設置したいというご希望などもいただいております、あのさらに増えれ,れば、ですねあのお可能な範囲で、まあ、予算等の問題もありますがあのお、増やしていける方向で努力したいというふうに思っております。はい木川田 なるべくたくさん設置していかないと、今、この法改正にあたって、より保護者さんの負担が大きくなるということでございますから、積極的に進めていっていただきたいというふうに思っております。でここで、私が地域の現場から直接聞いた厚生保護サポートセンターに関わるお話をさせていただきたいと思います。ここ私,のます私の地域では、 サポートセンターを新たに設置するにあたり、保護司会や地方公共団体が大変苦労されております。何に苦労されているかと申しますと、今回の法改正の影響により、保護観察の処遇対象者の増加が認められることから、面接場所の確保や、市役所、社会福祉協議会、病院との連携のためにも、サポートセンターを設置したい。 こういう願いいい願がございますしかし無償で使える物件の確保は保護司会が率先して行わなければならないというのが現状でございますでその困った保護士さんたちはですね、えー、なとか市役所の一部に無償貸与で入居させてもらえないかと地元の市役所に相談に行きました相談を受けた市役所は設置に関する条件を聞いてまあ,あ率直に言って、えー、驚いたと いいうことでございます必要な備品などの財政措置はかなり少額でちゃんとセンターを機能させるためには地方公共団体の独自の予算が必要になってくるでそのためには地元議会の承認を得ることが必要なんですがなぜその地域にサポートセンターが必要なのかということを法務省からの明確な説明や意思表示がなくどうしたものかと 苦慮していいる次第でございます今後サポートセンターを必要な地域に広く設置し社会内処遇の起点として機能させるためにはこのやり方ではいけないと私は思っておりますもともと保護司会活動がかなり盛んな地域であれば対応できるかもしれませんがそうではない一般的な地域でセンターの設置場所を探すことまで ボランティアである保護士さんに負担をかけることはいかがなものかと、社会内処遇の体制整備にあたり、法務省は地方公共団体など地域の構成員に対し人、人的にも財政的にももっと積極的に関与すべきと考えますが、いかがでしょうか。法、はい、法務省斉藤法務局長 お答え申し上げます厚生保護サポートセンター、あの地方地域とのです、ね、連携を図るということから、地方自治体関係の施設等に設置されることがあの多いというのがあの実情でございます。あの設置にあたりましてはです、ね、地方公共団体などご協力くださる方々に対してです、ね、私ども保護観察官所の方からもです、ね、十分な説明が必要だというふうに思っております。 あの、法務省といたしましては、サポートセンターの、運営に関する、経費に関する。あの、措置をさせていただいております。あの、お、おかげをもちまして、この、経費関係。あの、私どもで負担させて、いただいている額も、年々増加させていただいているという、状況でございます。また、あの、先生ご指摘の通り。やはり、あの、ご協力いただく自治体の方々等に対して、十分なご説明をせんといかんということでございまして。これはもう、保護司会だけに任せるんではなく、え、保護観察、し所に対してはです、ね。 自治体等への説明等につきましてはです、ね、積極的にあの自ら行うようにというふうな指示なども行っているところでございます、はい、木川田君、はいえー、先ほどの質問で、えー、述べましたとおり、今回の法改正の影響により、保護観察など、地域で処遇を受ける対象者が増えるということは、ほぼ確実でございます。そのの際現場で対応するのは 保護観察官の皆さんです、今あの、説明させるようにと言いましたが、保護観察官の皆さんがあもっと活躍しなければなりません、しかし、えー、同じく地域で活動されております保護者さんに保護観察官について、えー、尋ねてみると、とにかく毎日とても忙しそうだと、とても頑張っているので、なんか悪くて、えー、相談もしにくくて、気が引けてしまうという声を耳にします。 そこでここ最近の保護観察官の定員数の推移、担当処遇者の数と比較した保護観察官の適正な定員数を教えてください。法務省斉藤法局長お答えいたします 本観察官、第一線におきましてです、ね、保護者さんを含めた地域の方々と協力して、本観察対象者に対する処遇などを行っているところでございます。であの管理職を除きまして、第一線で本観察等の具体的な処遇に当たっている本観察官の数でございますが、あの平成二十五年度は九百八十二人というふうになっております。 で平成24年の全国の保護観察所の保護観察の取り扱い件数、まあ保、保護観察の取り扱い件数ですが、それは8万8942件と、これは速報値でございますが、そのようになっておりまして、保護観察官1人当たり、保護観察事件につきましては、約91件を担当しているということでございます、もちろんそれ以外の業務も担当しているということでございます。でえーえー、増員の状況でございますがあ あの例えば平成18年度でありますと、第一線で勤務している本郷監察官というのは約、約650人という状況であったわけでございますが、先ほど申し上げましたように、平成25年度には982人ということでございまして、7年間で約330人増加しているということでございます、はい、木川田仁君。 増員に努められているということでございますが、あ今回の法改正に伴う影響を踏まえますと、社会内処遇の体制整備のためには、あ現在の保護監察官ではあ全く足りないというふうに思っています、えー、積極的な財政措置が必要と思われますが、あ法務省のさらなる意気込みをお聞かせいただきたい。はい、法務省藤保護局長 お答えいたしますあの,の一部猶予制度の実施に当たりましては、成立後、あの実施まであの準備の期間がございます、えー、その間に関係機関とか団体等とより一層緊密な協議と連携をしつつ、さらに施行後の期間の経過に応じて、保護観察対象者がだんだん累積してくると、数が増えてくるということもございますので、そういうことも見据えながら、必要となる処遇の実施体制の整備に努めてまいりたいというふうに思っております。 はい、木川田仁君はいあ,ありがとうございます,、はいいますえー、さて、えー、社会内処遇の体制整備を進めにあたりいい忘れてはならないのが先ほどから登場しております保護士さんでございます地域の保護士さんは費用弁償のみのボランティア公務員であります処遇対象者のためのみならず地域の安心安全のため 時には自分の懐から持ち出しをしてまで活動しておられます大変な経緯にあたるする方々でございますしかしここ何年もこの法務委員会で問題提起がされ,ますされているとおり保護者さんの数は年々減少しておりますまたなり手不足のため現在役を引き受けてくださっている保護者さんに負担が重くのしかかっているのが現状です 国の公生保護行政と地域をつなぎ、これまで社会内処遇を成立させることができたのは保護士さんの皆さんのおかげでございます。今回の法改正によって保護士さんの仕事は増えると見込まれますが、今の現状ですと大変厳しい状況でございます。この厳しい状況を解決するためにベテラン保護士の方々や 専門家によって提言が作成されました皆様のお手元の資料をご覧いただきたいと思いますこの報告書保護士制度の基盤整備に関する検討会によって作成されました平成二十四年三月二十一付で出されたということでございますこの中で日頃再犯防止安心安全のまちづくりのために 努力されている保護士さんの皆様が考える社会内処遇の体制整備、特に保護士制度について取り組まなければならないことが列挙されております、これは本当に現場の保護士さんの言葉でございまして、大変いい提案だというふうに思っております、その中で特に注目したいのが、地方公共団体との連携強化、17ページから19ページまででございます。 これらの提案の中で、超公共団体との連携強化のための項目のうち、現時点での法務省の取り組み状況を教えてください。法、はい、法務省斉藤法局長 お答えいたしますあの地方公共団体とのその連携強化の取り組み指示をやっておりますがあの、その一つといたしまして、今、あの委員ご指摘の,あの報告書をいただきまして、その中に書いてございます、あの地方公共団体の理解をさらに進めるようにといった項目などもございます。でそれに関しましまては昨年の10月、えーえー 私の名前で、全国の市町村長に対しまして、保護士活動に対するご理解とか、ご協力をよろしくお願いしたいというような文書を発出させていただいております、で現在、全国の保護観察所の所長、内い幹部が、保護士さんの皆様と一緒にあの自治体を回りまして、この文書を持って回りまして、あの保護士の現状とかさら、さらに要望等についてご説明し、またお願いに回っているという状況でございます。木川田君 <laughs> えー、今お話の中で,です、ねえー、全国市町村会や町村会を通じて、えー、各地方公共団体に文書を発送したということでございますが、えー、私、えー、見させていただきましたが、あこれではです、ね、この文書ではです、ねえー、今回の法改正の影響を見込んでの 保護行政をどう改革するつもりなのか特に、保護制度についてどう考え地方公共団体どんな協力を求めているのかそれぞれの状況に合った形で具体的に提案と協力を依頼するという必要があると思います、えー、例えば、公生保護サポートセンターの設置にあたっての場所の無償対応のお願いがそれにあたると思います。またた単にこのように文章を発送しただけで 話が進むほどこの問題は簡単ではございません、フォローを続けてい,る続けていくことが大切です、えー、安心安全のまちづくろのために、パートナーとして協力してほしいということを、地方公共団体にしっかりと伝えるために、足しげく通い、協議する必要があると思いますが、ご見解はいかがでしょうか。法務省斉藤保護局長。<coughs> お答えいたします。あの委員ご指摘の通りでございまして。 あの先ほども少しあの答弁させていただきましたが、あのこの文書をもってです、ねあの、全国の保護観察所長と幹部,う幹部にです、ね、保護司会の幹部の皆さんなどと一緒に、今、自治体をあの回らせているところでございます。あのこの文書に書いてあることは、一つはあの自治体の職員の皆さんに、保護司活動の内容について、ぜひご理解していただく場を作っていただきたいということと、それから住民の皆さんにも同様の場を作っていただきたいというようなこと、それから、あの保護司活動にあたって、いろいろ 会開業する場所とかいろんな場所が必要なので、まあ、そういう場所の提供等について便宜を図っていただきたいということ、それからさらにその保護資産の候補者に関する情報を提供していただきたいという、まあ、4つのことを抽象的に書いてあるわけで、ご指摘のとおり、もうこの文章に具体的なサポートセンターとかそういうことは書いてございません、ただ、こういう文章を持って行、ね、きまして、それぞれの地域ごとのニーズについてです、ね、保護観察庁の幹部の方から自治体の方に対してご説明等をさせていただいているということでございます。 木川田仁君、えー。そうですね、あのー、所長が回って言っているということはお聞きしておりますが、市役所の秘書のほうに聞いてみましても、ああ、あいさつに来たねということだけで,です、ね、全くもって伝わっていないというような状況でございます。 であの、厚生保護サポートセンターを設置してもらいたいというのも、これをもってして、ですね、えーあの、設置をお願いしたということになっているようなので、もうちょっとお具体的に、えー、文書なり、また再度おお、所長が出向いてですね、 えーまあ、個別具体的、まあ、全国一律同様,にはで同様にするというのは難しいということは聞いておりますが、あそのおお地元の保護司会からあ要望があったらです、ねえー、速やかにです、ね、対応して、えー、法務省からこういう厚生保護サポートセンターの設置をしたいと、ですから、あ地方公共団体においては場所等を提供をお願いしますと。 そういうような文章が、通知があるとです、ね、これは国の取り組みなんだよということで、市長以下、議会に対しても説明がつきやすいということでございますから、それについて対応していただきたいというふうに思っていますいかがでしたか法務省斉藤保護局長。お答えいたします。 あの地方公共団体から一層の,あのご理解を得るため、保護司会任せにするのではなく、保護観察所としてもしっかりそれぞれの地区の保護司会のご要望に耳を傾けて、それをきちっと把握した上えで、自治体にさらに重ねてですね、あの必要に応じていってです、ね、お願いとする、ご説明とするということをさらに進めていきたいというふうに思っております。はい、木川田君、はい えー、ありがとうございます。そのことをですね、しっかりと、徹底していただきたいと思います。本当にあの、保護室さんたちは困ってるんですね。あの、もう持ち出しもやって、それの上、厚生保護サポートセンターの設置までですね、えー、自分たちで役所に交渉しなければいけないのかと。 ということでやはりそのあたりはです、ね、しっかりあの法務省、これは今回の法,制法改正でさらなる負担をかけるんですから、これ以上、負担をこのサポートセンター設置に対して負担をかけないようにです、ね、もうちょっとその現場と連絡を取りながらです、ね、しっかりとした通知が欲しいところはちゃんと通知を出す、説明して欲しいところには説明しに行くという態度で臨んでいただきたいというふうふに思います。 そのことを強く要望いたしま,す、えー、またあ、こちらの,あの検討会の資料に戻るんですが、あのこの中の提案もです、ねえー、特に19ページにある括弧う,うのところですね、えー、この括弧うの提案はです、ねえー、法改正とか財政措置を伴わないです、ねえー、現場の努力でできることを提案しています。 まあこの提案も非常に気を使ってです、ねえー、法改正、えー、財政措置というものは時間がかかることだから、ああそうではなく、この現場の対応でできることをやってほしいということで、えー、列挙されておりますので、えー、このこともです、ね、しっかりとおご検討いただきたくお願い申し上げます、えー、お答えいただきたいと思います。はい、法務省斉藤保護局長。 答えいたしますあの保護士制度の基盤整備に関する検討会の提言、昨年の,あの3月に報告書頂戴いたしましたあの、保護士さんの本当に心からの通説なあそのメッセージだということであの、真摯に受け止めさせていただいております、あの地方自治体との協力も踏まえて、実にあの多項目の,あの提言をいただいておりまして、その一つ一つ、予算かかわるが必要だ、必要でないにかかわらずです、ね、一つずつです、ね、今あの、実行しているところでございます。 例えば、あの保護司さんの関係で申しますとあ、例えば複雑な事件については複数で担当していただきたいとかいったようなごあの要望もいただきました、あの本年5月からです、ね、積極的にあの困難な事件等につきましては、保護司さんのご要望を聞いて、例えば複数であの担当していただくとか、そういったような制度をです、ね、次々とあの導入しているところでございます、今後ともこの提言を、あのきちっと提言を踏まえてです、ね、施策を進めていきたいというふうに思っております。はい、木川田 最後に今回の2つの法改正を機に再犯防止の取り組みをより多くの国民の皆様に知っていただく必要があると思います特に地域との連携を進める上で公正保護とは何か地域の保護者さんたちがどのような活動をしているかということを知ってもらうことがとても重要です法務省独自の情報発信はもちろんのこと例えば犯罪対策閣僚会議を通じて より積極的な情報発信をすることは可能でしょうかあ、現在の情報発信の取り組みと合わせてお答えいただきたいと思います、はい、谷垣球音大臣き今日の菊畑さんの,あのご質問はですね 社会内処遇というのは極めて大事じゃないかとそのため、それは相当民間の方に頼っていかなきゃできない、中心になるのは保護士さんということでしょうけど、保護監察官ももっと充実をする必要がある、それから保護士さんに本当にあの頑張っていただいているその保護士さんのか活動をしっかり支えていくためには、地域との連携なんかをもっとしっかりとると、誠にあのポイントをついたご質問だとあの思います。 あのサポートセンターのことについてもいろいろご議論をいただきましたが、私のところにもいくつか現場からこういう問題点があるぞとか、こういうところはもう少しできないかとか、いろいろお話をお受けたまっておりますのであの、そういったことをできるだけ生かしながら頑張らなきゃいけないと思っているところでございます、それで基本的な、あの今、もっとその広報活動にも取り組めということですがあの、私どもの今の基本的な考え方は、昨年7月の 犯罪対策閣僚会議、これはあの民主党政権時代でございますが、再犯防止に向けた総合対策で、これは基本的に政権交代がありましても、私どもこれ、踏襲してやっております、そ,れでその中でもあの、保護士活動に伴う負担の軽減、それから地方公共団体との連携の充実、保護士制度の基盤整備と充実強化。 こういったことが強くうたわれているわけですね、それからついこの間5月、もう1回、この犯罪対策閣僚会議で、あの犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画の策定の基本方針というものが決められまして、その中で保護士など、民間関係者に対する支援の充実による活動の活性化、これ、重点取り組み分野に。 していいるわけでございますでこういったことをあのやっぱりきちっとアピールしていくということが、あ保護者さんたちに本当に頑張っていただくあの上で必要だと思いますで。いろんなことをしておりますが、あの林田委員おられますがあの、今度私、熊本へ参りましてですね、あの熊本でやはり協力企業あのう、社会に構成させるために雇ってくださっているところとか、あるいは保護者さんとかあ、いろんな方と、 おお話をしててここようと思っておりますこれ大勢でですね閣僚が言って大勢の方集めて演説だけすればいいというものではないと思います、車座トークといいますか、要するに向こうのご意見も私に伝わるように、私たちが考えていることも向こうに伝わるようにというまあ膝を交えてというと変ですが、まあ、そういうこともあの少し工夫させていただくことが広報活動には 役立つのではないかとまあいろんなことを考えなければならなりませんがそんなこともあのやっていきたいと思っております。はい、岸和田宏君、はいえー。大臣も自ら出向いて、えー、車座で、えー、お話しいただくということでございますが、あ法務省もですね今まで。えー 保護者さんたちに任せている部分が多かったと思いますが、これからこの法改正に向けてはです、ね、さらなるこの社会内処遇ということが拡大しますから、法務省もです、ね、地域に出ていって、 報告観察官も含めてです、ねえー、より綿密な対応を自治体等を含めて行っていただきたいというふうに思っております、そのことをお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます、ありがとうございました次回は来たる11日火曜日、委員会を開会することとし、本日はこれにて参加いたします。